おつめろゆっこです。今日はですね、大阪の北区中之島にあるミニ四駆のお店、ミニ四駆ルームにやってきました。お店の中は昨日大雨で浸水があったらしくて、コースが別のところに移動されてるみたいなんですよ、今だけ。なのでそこでミニ四駆を走らせたいと思います。それではレッツゴー。コースを紹介するね。スタートからのバウンシング、右カーブが2回続いて、カーブ直のドラゴンバックからのバウンシング。初めて見たんだけど、デジタルドラゴンバックみたいだよね。それからカーブが連続して、上りスロープ3枚着、カーブして下りスロープ2枚着からのバンク、ウェーブがあってレーンチェンジ、上りスロープ3枚着からのバンク、 1P ドラゴンから下り1着、そしてゴール。ブレーキ変えようと思います。やったー。お店にカフェがあるみたいなので、ちょっと行きたいと思います。すごいなんかね、おしゃれなお店で、来た時めっちゃびっくりした。すごいテンション上がる。探してるんですけど、韓国限定のミニ四駆を発見しちゃいました。リトルリャン、え、めっちゃ可愛くない？え、欲しいな、どうしよう。え、めっちゃ可愛い。これマジックで描いたのかな、なんかステンドグラスみたいな感じ で、タイヤが透明でシールが透けてる感じなんですけど、めっちゃ可愛くない？え、やってみたい。
できて、すごいくつろぎの空間って感じでした。またなんかいろいろなところに行ったらミニ四駆のお店に行ってみたいと思うので、ぜひぜひ横ミラーのゲームチャンネルチェックしてね。メインチャンネルの方ではサックスを演奏しています。この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくね。横ミラーでした。